皆さんこんにちは、みやゆうです。あいやいや、はい、というわけでね、今回もリクエストやっていきたいと思います。今回はですね、警察になりきって取り締まりをしてくださいということだったのでやりたいと思います。はい、というわけでね、早速ね、パトカーをパクってきました。はい、ではね、これから取り締まりの方やっていきたいと思います。まずはね、ちゃちゃっと走りますか。交通ルールを守りながらね、パトロールしていきたいと思います。まあ普段からこうスピード違反とかする人いないよね、多分。てかさ、アメリカの交通状況俺よく分かってないんだけどさ、信号の見方とかね全然分かんないんだけど。青になった、いいかな。おい、これ渡っていいの？これ渡っていいの？ね、あれ歩行者赤じゃん。ちょっと歩行者の信号機赤、これもう逮捕だ。もうこれ逮捕するしかない、この人たち。お前、赤信号無断、赤信号だぞお前バカ。はい、これでね、悪い子は撲滅しました。はい、それじゃあね、次の取り締まりに行きましょう。お前赤信号だぞ、渡ったらぶっ飛ばすぞこの野郎。もうこれね、こっちなんかバスの事故の字の字もねえよもう。おい貴様、何をやってる？大丈夫か、お嬢さん。大丈夫ですか、お嬢さん。はーい、市民をね守ってやりましたよ、この通り。お前変な顔してる。変な顔してる。よし、これにね、一件落着だ。ちょっと超ギリギリ止めちゃったんだけど。よし、それじゃあ、あれ、これパトカーミッションとかなかったっけ？ないか。よし、危ねえ。あー、やってしまった。今のはお前が悪いっていうことにしよう。